では続いてのお便りです。プロゲーマーの方々がよく話しているゲーセン面白昔話を聞くのが好きなんですが、鴨根さんが昔ゲーセンで経験した面白い話ってありますか？あー、そうですね、ゲーセン面白話ね。ゲーセン面白話か。基本的にね、ゲーセン面白話ってゲーセンにいたやばいやつ話になるんですよ。基本的にはあのゲームセンターが面白いわけではなくて、ゲームセンターにいる人が面白い話になるので、その特定の人物がやばかったぞというお話に基本的にはなるんですけども、そうですね、大抵誰かがね、やけどしますね。大して面白くないんだけど、昔いや、この話したか。まあ、昔その、アバロンの鍵ってゲームあったじゃん？アバ鍵。あれが流行ってる時に、まあ、アバロンの鍵ゲーセンにやりに行って、まあ、ゲーセンでアバロンの鍵やって、年末年始だったかな？ぐらいに行ってたんだけど、まあ、その時に、その、まあ、アバロンの鍵をやりに、まあ、わざわざね、その当時俺茨城にいたんだけど、まあ、千葉から、ね、アバロンの鍵をやりに来てる、もちろんやる気のある遠征勢の人がいて、まあ、その人、まあ、ギルティもやってて、まあ、ディジーとか使ってたんだけど、まあ、彼が、まあ、アバロンの鍵やってて、なんかすげえ楽しそうにやってて、まあ、対戦とかもしてたんだけど、まあ、アバロンの鍵ってね、結構金かかるんですよ。まあまあ、お金かかる。まあ、ゲーセンでやるカードゲームなんで、まあまあね、金かかるんですけど、ちょっとお金足んないから貸してくんねって話になって、まあ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 、ちょっと、いや、最初はね、断ったんだけど、いや、あのね、ちょっと、すぐお金入ってくるんで、ちょっと増やして返すからっていう話になって、ほんま？って話になって、まあいいですよっつって、もうこの話、もうオチは見えてると思うんだけど、オチはもう完全に見えてると思うんだけど、まあそのなんだ、アバロンの鍵やるからお金貸してって言われて、まあ貸して、まあぼちぼちの額貸したんだわ俺、ぼちぼちの額貸したんだけど、でまあその帰ってくるレートを考えると、まあ結構いい見入りになるなと思って、まあ貸したんだけど、で、いつ返してくれるんですかつって、まあ、この日に返しますよって言われて、確かね、正月明けの何日だったかな、忘れたけど、その、なんだろう、結構めんどくさい時期を指定されて、ああ、わかりましたわ、つって、わざわざね、家からそのゲーセンまで行って、あいつ、いますつったら、いないつって、ああ、つって、まあ、とりあえず仮パクされたって、ただそれだけの話なんですけど、で、そのね、なんだろうな、その人がその全国的にいろんなゲーセンでマジで借りパクしまくってて、借りパクっつうか、その金借りて返してないっていうのがめちゃくちゃあって、そのなんだろうな、多分ね、まあ普通に検索すればいっぱい出てくる話なんだけど、あ、俺だけじゃなかったんだこれっていうのを知れたっていうのがね、かなり面白かった。あ、鴨根さんもみたいな、全国的にあいつ全国的にあいつ金借りて返してないよねみたいな話、まあいたんすわね、そういう人がね、っていう、まあまああんまり面白くない話がまあありましてそうだな、なんか面白い話あるかな。いや結構ね、その格闘ゲームに限らずだけど、そのなんか横のつながりを感じる瞬間はね、結構俺の中では、ね、面白いですね。なるほどってなる。そうだな、格闘家の話はね、結構そのことこと同じだから、基本的には話してもあれなんで、じゃ話さないですけど、格闘家はね、まあ、常に面白いからね。ゲーセンで経験したやつでしょ？そうだな。
まあ多分ね、まあ久保さんまだいるかどうかわかんないけど、まあ名古屋ってか東海の名古屋勢だったら、スカイ勢だったらみんなわかると思うんだけど、まあゲーセンに行って、スカイに行って、チースチースみたいになって、いや、この話もしたわ、昔。まあしたんだけど、まあもう一回するけど、チースって言って、入っていって、まあゲーセンでみんなさ、ダラダラしてさ、椅子に座ってだべったりするじゃん。で、だべったりしてるし、雑談もするし、まあゲームもするし、まあお菓子とかもジュースとか飲んだりするじゃん。まあそんな感じで遊んでるんだけど、まあ金デブさんがいたんですよ。で、金デブさんがいて、まああんまり面識はなかったんだけど、あ、金デブさんいるやって見て、で、あの人が抱えてるコアラのマーチがでかすぎたんですよね。なんだっけ、UFO キャッチャーとかで取れるさ、コアラのマーチ10個入りみたいな箱あるじゃん。あれ抱えて食ってたのを見たときに、あ、強いって思ったのは、マジで笑っちゃいましたね。多分ね、見たことある人結構いると思うんだよな、あれは。まあ、一回だけなんですけど、自分は見たことあるのは。えってなって。大きくない？そのコアラのマーチ。コアラのマーチじゃなかったかもしんないけど、ゲーセンで取れるやつあるじゃん。すごいでかいやつ。あれはね、結構ね、なるほどなって思いました。あとはなんだろうね。マジで面白いなって思ったやつ。そうだな。いやね、結構ね、思い返してみると、まあ、俺ぐらいの世代のゲームセンターって、まあ、言うて平和だったなって気がしますよ。マジやべえみたいな人がそんなにいなかったっていうと、あれなんだけど、かなり平和だったなって気がしてきたね。うん。かなりあるな。まあこれも俺が定期的に話してるような気がするし、まあ今となっては知ってる人って全国に10人いるかいないかみたいな話になるんですけど、まあ昔ね、俺が茨城にいて、まあ大工町でね、格ゲーとかやってた、それぐらいの話、まあ、20年ぐらい、じゃあ20年すまないですね、25年ぐらい前の話ね。それぐらい昔の話なんですが、ゲーセンにさ、ソニックブラストマンってあったじゃん。まあ、この時点で多分何の話か分かる人もいると思うんだけど、ソニックブラストマンあったやん。ソニックブラストマン。まあ、パンチングマシーンですわ。パンチングマシーン。パンチをして、パンチの威力を測定して、地球を救うゲームですね。難易度を指定して、最初はね、なんかヤンキーに絡まれてる女性を助けろぐらいのとこから始まって、最終的には飛んでくる隕石を打ち返して地球を救えっていうゲームあったと思うんですが、地元のゲーセンにそのソニックブラストマンを専門としているプレイヤーの方がいらっしゃいまして、誰もその人の名前は知らないんですが、みんなブラストマンって呼んでました。で、まあブラストマンなんですけど、彼ね、多分サラリーマンなんですよ。サラリーマンで、まあ、基本的にそのスーツ姿でやってくるんですね。で、ゲーセンに到着するや否やいきなりソニックブラストマンをするわけではなく、なんかまずね、フラフラするんですよ。フラフラするんですよ。まずゲーセンに着いたら、まあ、上着を脱いで、なんかね、ゲーセンをぐるぐる周回して出すんですよね。多分俺らの中であれはウォームアップって呼んでたんですけど、多分、まあ、準備運動なんだろうな。温めてんだろうなって思って。で、そのゲーセンにいる常連の仲間でも、ブラストマン来たぞ、ブラストマン今待ってんぞみたいな感じで、まあ、大体こう、意思疎通が図れて、そろそろやるんか、そろそろやるんかっつって、で、温まってきたあたりで、まあ、ブラストマン最高難易度を、まあ、3番で沈めて、すげえこう、満足げに
あのほっこりして帰ってくるんですよね。ほっこりっていうかこう人を殺したような顔で帰ってくるんですけど、そのルーティーンがね定期的に来るんですよマジで。あのすごくて、なんつうの、たまに来るとかじゃないんですよ、すごい頻度で来る。また来たみたいな。まあ結構ね、あのなんだろうな、大工町にいたブラストマンはね多分有名人だと思うんだけど、あの人まず普通に強いのよ。普通にソニックブラストマン強くて、その難易度無理やんって思うの普通にクリアするんだけど、あのね、なんだろうな、その最初に始める前にぐるぐる周回してる時の目つきも結構決まっちゃってて、結構ね怖いんですよね普通に。なんか明日のジョーみたいになりきっちゃってるっていうか、まあそれでねやってね帰っていくんで、まあみんな最初はなんかちょっと怖いなって思ってたんだけど、途中からあブラストマン来たぞみたいな感じで、まあ、見るようになって、みんな彼の活躍を最終的には見守っていましたね。はい、という感じでゲームセンターの面白い話でした。それぐらいしかないな、ほんとな。はい、お便りいただきありがとうございます。